ウエスト、え、待ってください、ウエストウエスト今日は、ウエスト練習試合ね、やってから明日休みなんでチェックと焼肉に来ました。焼肉ミトハチさん、熊本のミトハチさんです。乾杯、乾杯、早く飲みたくてしょうがない。ケピケピ、乾杯、乾杯。チェックと通訳の T さん、はい、T さんはもう酒飲みなんで、メガハイボール頼んじゃってます。メガハイボール。カブロダ、今日はチェック日本語で喋るんで。はい。はい、勉強してんの？ไม่ถึงกับเรียนแต่ว่าก็มีหนังสือมีหนังสืออ่านบ้างอะไรแต่ว่าพออ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันใกล้มีความยากนะมันมีคันจิมีอะไรนะมีอะไรเออมันรู้สึกว่าที่หมอยนเดินตัวเอ็นมอนิสเอ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 สบางทีมันก็สับสนไงคือบางทีนานไกลก็โอ้ฮายโอ้กุไซมัสโอ้ซัสうっす、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 それでいいよ、全然。そうね、これ、シャイ、だ、おはよう、か、お疲れ。おはよう、お疲れ。お疲れ、おはよう、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、便利だから。疲れたね、今日。はい、疲れた。たぶん、大根、飯は無限ね、パパパパ、できないね。思ってた？ね。生じゃない？ある、あるある。生まれ馬刺しはなかったんだね。はい。レモン。キングレモンね。え、でも、ラペギンタマーが美味しいな。ああ、ね、生まれ馬うまいよ。何歳以上かな、俺。牛。レバーとか。牛。牛とか。マネーとはラーメンね、あれ。だから俺、ジャージで来たよ。あれ、風味パソコンからね。でも、まだこれは、こう、煙吸ってくれるところだから。洗濯今自分だから。でも長いでしょマジでキャンプ。お、やばい。First time in my life。คือรู้สึกว่ามันอาจจะนานไปหรือเปล่า2เดือนนะ2 months。長すぎ。しょうがないけど。ダメ。早く帰りたい。Let's send by first。あ、first。はい。食レポしろみたいな感じ。キムチや。キムチ。キムチ。え、キムチね、使えだ、だね。キムチ。ノー、ノーキムチ。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 ไอ้ทาคุโร่มันพูดในครั้งนึงผมก็เลยจำ。美味しいでしょ。美味しい。美味しい。ช่วยได้เยอะเลย。まあ悪くないけど飽きるよねやっぱ。あ、そうそう。毎日だからね。うん。だからมันก็ยาวจริงนะ。แต่มันช่วยไม่ได้ใช่ไหม。คือทุกปีซัปโปโรก็จะมาอยู่นี่ยูกิได้ยังไงครับแต่ฮอมคาร์มันก็ใช่ว่ามาจะこっち帰るんだからすごいมันไปเยือนบ้านตัวเองอ่ะそこはやっぱきついよねストレスは溜まるよ絶対ซัปโปโรは1人くらい1人くらいいやもったいないね2ヶ月いないもんうまこれうま取って取ってハイボールのおつまみ馬刺しです熊本と言ったら熊本はやっぱり牛より馬だな。え、ロンギャンね。え、負けるしかない。大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。見て見て。どうぞ。初めて。大丈夫？うん、どうぞ。はい、面白かったな。男の子。俺がいっぱいいるところをちょっと。こう歩いたの。そうだった。まあ、でもまあ、わからないくらいじゃない。まあ、なんか一人か二人可愛い子がいて、もし男だったら、可愛い。で、たくまがいてた。日本、見えないな。なくはないね。なんか、ゲイバーとかある。でも、見えない。でも、まあまあ。キムチうまくない？キムチうま。ミトハチさんのキムチうま。すごいいいつまみだね。ね、これね。足りなかったらまた頼む。ホルモンも食うから多分飲めるよ。いや来年タイキャンプだったらいいね。ね、もし違うところでなんか行きたいな。開けるから。馬刺し焼いてる。
うまい焼いたらうまい。うまい。焼いた方が好き。จริงๆก็ก็ได้ทั้งสองนะแต่ว่าปิ้งมันจะเอ้ยปิ้งมันเออเขาเรียกนะถ้ากินดิบมันจะไม่ค่อยดีไหมหรือว่าประยงประยาดอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่เหมือนบ้านเราまあまあまあ、イメージ汚い。水とかもさ、だってやっぱちょっと違うやん。それが日本はやっぱ水すごいよね。そうですよね。川を見ても臭くないじゃん。ちょっとタイとかやっぱ水の臭さあるベンシエルとかで行くと嫌だもん。生野菜食えた。え、一番濃い鳥はどこ？決勝でイランに行った。2018年。イラン。カシマ。カシマで。カシマ。なんか料理食べれる？向こうで。ホテル、まあ、シェフの経験が、まあ、ベスト A くらいなきゃいけないと、うん、でも俺も2018年取るまではそんな感じだった。あんたも外交さんじゃあレアルマドリードやね。レアルマドリード2回すごいね。楽しい。石井さんと大岩さん、うん、あの楽しさはなかなか超えれないよね。あれを経験しちゃうと。チェックが前にいたブリーラムユナイテッド。すごいよね。今負けなしですから、石井さんチーム。鹿島対石井さん。442。鹿島基本は442だ。またこれから代表でアラビア系の国に行かないといけない。代表で？代表で。俺もそんなその NCL ぐらいしかないからね。日本代表でいっぱいやってたわけじゃないから。จะไปอาหรับแล้วอาหารมันก็แปลกๆนะไปบ่อยอยู่ดีอาหารไม่ค่อยนี่確かに美味しくないちゃんといいとこ行けば美味しいんだろうけどね。代表活動の時になんかシェフついていく行く。 ACL も一緒に行く。その代表についていく人が来てくれたりする。西さんっていうのに一緒一緒。ほら見せてもらう。何見たことは。わかんないね。でも俺 その辺ちゃんと教えるわ。もし行ったら多分言わないと絶対ついていかないよ。でもまあやっぱり札幌行くたにもし ACR 行くならいろいろねやらないといけないから。いっぱいあります。おいしいです。ありがとうございます。あ、すいません。メガハイボール。メガハイボール。まだ半分ぐらい甘い。日本のご飯はどう？ก็โอเคนะแต่อาหารโรงแรมอาจจะแบบไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่อาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถ้าเป็นยากินิกุซูชิอะไรเงี้ยราเมงที่เราไปกินโอเคราเมงนิสตาเมกาไฮบอลราเมงโดนัทฮอร์โมนไปไปมาこれ絶対いいつまみになる。でもベトナムとか言ってたんですよ。西アル楽しかったんですよ。どこの時？あ、ムントン。あ、ムントン。ムアントンで 何やってた？通訳。あ、日本人いたから。誰？青山。ああ。ご飯いる？もう大丈夫。大丈夫。ちょっとご飯の配分間違ってる。これ残してからに。これうまいわ。おいいな。小さいのだこれ。店主はあまりなんか A5 とか A4 とかあまり食べないです。そうね。油っぽいのあんまり。だわ。คนไทยแบบส่วนใหญ่เขาก็อยากลองนะ。なんかね、まあ何人か聞いてたんですよ。絶対に神戸牛で食べないといけないって言われてて。神戸にいたけどあんまり神戸牛食べるってなんなの？これ神戸牛だよってこういうの出したら全然そんな感じじゃない？だわ。カレーで感じる人は。แบบว่าเนื้อโคเบียนที่สุดอะไรไม่ขนาดนั้นอันมารีไม่ว่าที่ญี่ปุ่นก็จะใช่ตั้งその神戸牛っていうのが海外にめちゃくちゃ有名になってるけど神戸牛でも熊本の牛でもそこまで大きな違いはないと思う。部位が一緒だったら詳しい人だったらちょっと癖があるんじゃない。それぞれの良さみたいな。